ですね。はい。今日、ネオジオいきますか。ベスト50ですね。はい。ネオジオ、僕が好きなネオジオのベスト50です。はい。見ていきたいと思います。あ、音楽かけないかんや。はい、ちょっとね、写真のこの大きさに差があるんですけどね、この当時ね、まあ、2015年頃ですけど、画素数は関係なくね、こう写真を放り込んでここにね、投稿してたんで、ちょっと格差が出ると思いますけどね。超人学園ゴーカイザー。これテクノスジャパンなんですよね、意外なことにね。で、KOF98 ですね。はい。で、これは、サムライスピリッツ、天草降臨ですね。で、ファイターズヒストリー、ダイナマイト。はい。ワールドヒーローズ、パーフェクト。ほとんど対戦格闘ですよ。ワクワクセブン。ワールドヒーローズ 2Z。新王権ですね。はい。画廊伝説。はい。ラストリゾート。これシューティングですね。ワールドヒーローズ。サムライスピリッツ。龍虎の剣2。サムライスピリッツ、ザンクロー無双剣、リアルバウト画廊伝説、アートオブファイティング、龍虎の剣外伝、リアルバウト画廊伝説スペシャル、メタルスラッグですね、画廊マークオブザウルブス、幕末ロマン第2幕月下の剣士、ザ・スーパースパイですね、画廊伝説3、ギャラクシーファイト、マジシャンロード、ガロ伝説、それ2回出てきてるやん。リアルバート・ガロ伝説2ですね。ダブル・ドラゴン。あ、これ歌や。はこれ、あ、ダブル・ドラゴン。ダブル・ドラゴンはこれあれですね。対戦格闘版のやつですね。はい。で、ガロ伝説スペシャル。幕末ロマン第2幕月下の剣士。これもう一回、また出てきてるやん。2回出てきてるやん。はい。キング、 KOF2000 ですね。で、忍者コンバット。はい。SVC カオス、SNK バーザスカプコン。はい。KOF2001、KOF2002、KOF94、KOF95、KOF96、KOF97。KOF2003、KOF97。あれ？ 97 も2回出てこなかった、今。で、忍者マスターズですね。これめっちゃレアですよね。画廊伝説2。痛快ガンガン行進曲。龍虎の剣。サムライスピリッツゼロスペシャル。天外魔境神殿。サムライス、新サムライスピリッツですね。ワールドヒーローズ2。はい。あ、これ、豪傑寺一族、闘魂ですね。で、キングオブファイターズ99ですよ。あれ？これで終わり？あ、そうか、ベスト50ですから。ダブってるのあった。97、2つあるやん、これ。完全に間違ってますね。ダブってるの何個があったね。この天草降臨も2つなかったっけ？これ、ちょっとまた入れ替えないかな。画廊伝説3も2つありましたよね。そうか。気がついたようじゃねえ、ランマ。ブレイカーズとかね。その代わり別の入れなきゃいかなあかんな、これね。ブリキとブレイカーズと、あともう一つなんか対戦格闘ゲーム別のやつ、ダブってんの3つあったから入れないといけないですね、代わりにね。ブレイカーズリベンジとブレイカーズとブリキかな？入れるとしたら、あと3つダブった分入れるとしたら。あとサムライスピリッツはダブってないか？ダブってないね。はい。まあ、ネオジオはこんな感じですね。はい。あとはそうか。あれもあったな。レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズもあったよね。それも入れたいとこですけどね。
まあ、ちょっとその辺また考えて、はい、あれしますね。はい、まあいいや、とりあえずこう、ネオ上はこんな感じです。